色紙で作った藤の花を型紙にして背景を描いてみました。まず汚れないように周りにマスカーテープを貼ります。藤の花を裏返しにして少し下がったところに貼っていきます。藤の花の作り方は折り紙で作る藤の花をご覧ください。先の部分が浮きますので、ここも画鋲で留めてください。これで準備ができました。100円ショップで売っている詰め替え用インクを使ってカラースプレーを作ります。マゼンタとシアンを混ぜて紫色を作ります。うまく色が出るかどうか試しにいらない紙に吹き付けてみましょう。それを先ほどの藤の花の上からスプレーしていきます。近づけてスプレーした方が形がくっきりと出ます。スプレーした後、乾いてから位置を少しずつずらしていきます。この上からマゼンタとシアンの割合を変えてスプレーをしていきます。スプレーし終わったら外していきましょう。これで藤の花のシルエットができました。藤の花はしばらく乾かしておきます。乾いたら先ほど作った背景の上に貼っていきます。これで完成です。周りの塗装用マスカーテープを外してください。淡い背景の上に揺れる藤の花が出来上がりました。